光ファイバーケーブルを紹介させていただきます。光ファイバーケーブルは石英ガラスやプラスチックで形成される繊維状の物質で、中に光が通るように作られており、転送損失と電波妨害が低く、数十キロから数百キロの長距離を通信することが可能です。電気信号ではなく、半導体レーザーや LED などの光によって通信します。光ファイバーケーブルは MMF と SMF2 種類があります。 MMF は光信号を複数のモードで転送するため、信号の到達時間にズレが生じ、モード分散が発生します。モード分散によってデータ損失が発生するために、 SMF ほどの長距離高速転送は不向きです。光ファイバーの接続が容易で、ネットワーク機器が安価に揃えられるという特徴があるため、校内用としての利点の数多く備えています。 SMF は光信号の電波を一つのモードにすることで減衰を極力抑えています。 MMF のように多くのモードを使用する転送方法と違い、信号の到達時間が一つしかないため、モード損失の発生がありません。よって長距離高速転送に指摘しています。長距離電に使用されることも多く、転送距離は1から10キロ以上という超長距離の敷設が可能とされているが、ファイバー接続が困難であることや、ネットワーク機器に制限があり、高価となるのが欠点となります。コネクタの規格は SC、LC、FC、ST、NTP の5種類があります。光ファイバーによる転送は500から1000メートルを超えるような長距離を転送も問題なく行えるので、主に通信管制用ケーブルとして利用されています。以上、光ファイバーケーブルの紹介です。ご視聴ありがとうございました。